ブルックリンはアメリカ海軍の装甲巡洋艦。艦名はニューヨーク州ブルックリンにちなむ、その名を持つ艦としては2世紀目。本艦の武装、装甲配置を示した図。ブルックリンはペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港され、1895年10月2日にイードメイシュイーレンによって浸水、1896年12月1日に 海英クック艦長の指揮下収益する。ブルックリンの収益後最初の任務は、ビクトリア女王即位60周年記念式典へ出席するアメリカ合衆国代表を乗せたイギリスへの巡行であった。ブルックリンは1897年7月に東海岸へ帰還し、同海域及び西インド諸島を巡行した後、1898年3月28日に、 ウィンフィールド、州令代償率いる遊撃艦隊の機関となる、米西戦争中、遊撃艦隊は、キューバの支援府エゴス2898年5月21日に到着し港湾封鎖を行った。5月26日に、艦隊はサンティアーゴデクーバに到着したが、スペイン艦隊は要塞によって守られていた。ブルックリンは7月に行われたサンチャゴデキューバ海戦において、 重要な間であった。ブルックリンは20発の直撃弾を受けたものの、死者は1名、負傷者も1名に過ぎなかった。ブルックリンは1898年8月20日に、帰国の都につき、大西洋岸及びカリブ海を巡航して、ニューヨークのトンプキンスビルに帰還10月5日に、米西戦争縮小記念式典に参加した。翌年9月には、 ニューヨークでの留意記念式典に参加した。1899年10月16日にハンプトンローズを出港し、スエズ運河を経由して12月16日にフィリピンのマニラに到着した。ブルックリンはアジア艦隊の機関として、義和団の乱における外交員の救助遠征に参加し、続いてオーストラリア及びオランダ領東、インドへの巡航を行う。 1902年3月1日までアジア艦隊で活動した後、ブルックリンはスエズ運河を経由して5月1日にニューヨーク海軍交渉に到着した。1902年5月20日、ブルックリンはキューバのハバナにおいてキューバ独立記念式典に参加した。6月から7月にかけて全中米英国大使ジュリアン・ポーンスフット卿の葬儀に関連した特別任務に就く。 続く4年にわたってブルックリンは北大西洋艦隊及びヨーロッパ戦隊と共に巡航を行い1905年5月26日にニューヨークに帰還する1905年6月7日チャールズ・ドワイト・シグズビー少将の帰還としてブルックリンはフランスのシェルブールを訪れジョン・ポール・ジョーンズの遺体を受け取ったブルックリンがアナポリスに到着すると ジョーンズ大将の遺体は1905年7月23日に式典とともにアメリカ海軍兵学校の墓地に再埋葬された。1905年8月3日から23日にかけて海軍民兵の巡航を行い、その後12月28日から1906年5月8日まで地中海への巡航を行った後、ブルックリンは5月16日にフィラデルフィア海軍造船所で 予備役となる。1906年7月30日から8月2日にかけて短期の特別任務をハバナで行った後、1907年の春まで予備役状態で保管された。1907年4月12日から12月4日まで、ブルックリンはバージニア州ジェームズタウンで開催されたジェームズタウン博覧会で展示される。その後フィラデルフィアに帰還し、 1907年12月21日に再び予備役となる。ブルックリンは1908年6月23日に退役するが、1914年3月2日に再就役し、大西洋予備役艦隊に配属、1914年7月24日から1916年3月13日まで、ボストン海軍交渉で収容船として使用された。 1915年5月9日にフィラデルフィアで完全に収益し、11月までボストン湾近辺のパトロールを行う。その後最高司令部の機関としてアジア艦隊に向かう。ブルックリンはアジア艦隊第一戦隊司令官の機関として中国、日本、ロシアで定期的な軍事、外交任務を1919 19年9月まで行う。1920年に CA-3 に艦種変更され、1月には太平洋艦隊に配属、駆逐戦隊の司令官機関として1921年1月15日まで活動する。ブルックリンは1921年3月9日に、メアアイランド海軍交渉で退役し1921年12月20日に売却された。ありがとうございます。